こんにちは。こんにちは。福岡にいます。はい。今日はね、聞きたいことがありまして。何でしょう。この世からなくなったら、人生積むものという議題で。いっぱいあるけどね。いっぱいあるんだけど、もうこれだけはマジでなくなったら無理だみたいな、まあみんなあると思うんですけど、聞いていきたいんですけど、テイカはいかがでしょうか。本当にもう、ナザールかも。それは本当に、俺も言おうと思っちゃったけど。やっぱ、最近なんかもうどんどんひどくなってる。でもさ、ナザールをさ、このバンドにさ、あの入れたのって俺発信だったよね。そうだね。あ、まだやってなかったよね。やってなかった。しかもさ、ナザールマジでいいよって言った俺が言うのもおかしな話だけどさ、ない時って何度かなってたじゃん。おう、無理。もう多分、あれってさ、良くないって言うじゃん。そうそうそう、点鼻薬ね。そう、うん、あのなんか耳鼻科の先生にも俺ダメって言われた。うん、ダメだからこれ使いなさいみたいな言われたんだけど、結局やっぱナザールの方が良くて、ナザールに戻しちゃって、なんかね、もう本当に一年中、いやね、やる頻度もどんどんなんか高くなってる気がしてて、ナザールないともう俺多分息できなくなって多分死にますね。え、本当やばい。たまにさ、家とかに忘れた時さ、焦ってるもんね、うん、買いに行ってもらってるもん。そう、なんかさ、あると思ってさ、あのなかった時めっちゃパニックになる。いや、わかるわかる。しかも何なんだろう、俺もその耳鼻科とかでもらうやつ効かないんだけど、うん、あれ一瞬でさ、そう治るじゃん。その耳鼻科でもらったやつをちゃんとなんかやってるとちゃんと効くようになるからみたいな言われたんだけど、ダメですね、もうナザールです。本当にダントツ1位なさるということで。だね。他はあります？他はもう、これも多分動画で何回も言ってるけど、エアリズムのパンツ。ああ、確かに。これね、俺が持ち込みました。そう、持ち込んでいただいて本当に良かったものランキング1レベルで俺も使ってますね。いや、そう、もうね、他のパンツともうクオリティが違う、うん、ね、快適さのレベルが。だからもう、いいパンツとかもらったとしても履けないもん、暑くて。もうめちゃめちゃ最高。あれ女性のもあんのかな。でもありそうだよね、確かに。履いてみてほしいね。あれやばいよね。特にライブとか最高だよね、汗かく時とか。本当にマジで最高ですね。もうあれがなくなるんだったら、もう俺パンツ履かないことを選ぶかもしれない。逆にね。まあ、確かに。二つかな、俺は。あれはお金は。まあお金はなくていいからね。あ、本当、逆に。いらないから。あ、そっかそっか。確かになんとかなるか。です。おっす、あざっす。俺、今までのは俺全部嘘です。今までのナザールも別に言いません。パンチも言いません。全部嘘です。俺、イブだわ。え、そうなの。うん。え、飲んだの見たことないんだけど。いや、めちゃめちゃ飲んでるよ。え、イブってあれでしょ、頭痛とかのやつでしょ。そう、なんか俺、偏頭痛がすごくて、だいたいもうほとんど毎日頭痛くなるんだけど、うん、そのロキソニンとかだと頭痛は俺あんまり効かないの。マジか。だからイブをずっと飲んでて。市販の？そう、ヤロンエース飲んでみたりとか、いろんなバファリン飲んでみたりとか、うん、なんか最初は効くんだけど、どんどん効かなくなっちゃって、頭痛には、うんうん、別のとこが痛いときはロキソニンとか効くんだけど、うんうん、イブはずっともう頭痛いときすぐ治る。むしろそれ毎日飲んでるレベル。そうだね。それは良くないの。で、なんかイブはあんま良くないとされてんの。なんかその陣痛、なんかそれに依存しちゃうみたいな。それで、なんならそれでなんか具合悪くなって飲むと治るみたいな。あ、もうじゃあループか。そうそう、みたいな、あるみたいな言うんだけど、もうあれがない。もうだから俺めっちゃでっかいのがある、うん、普通にさ、2個ずつ並んでるじゃん。俺あの3列になってるやつだもん。やば。で、それしかもさ、保険効かないやつが結構高いべ。いや、でもなんかイブはね、割と安いんだよ、うん、イブです。じゃあイブということで。ナザールもいらない。いやいやいや、パンツもいらない。いや、まあ、さっきのもちゃんと使えますから。です。あざす。あざす。はい、じゃあ僕の亡くなったら人生積むものということで、ロキソニンです。ああ、ロキソニン信者だよね。ロキソプロフェンかな。まあ、あのお医者さんでもらうやつ。いや、本当にあの普段あんま飲まないんですけど、なんか気圧で偏頭痛とか、あとなんか体調悪いなみたいな時とかあるじゃん、なんか胸騒ぎする時とか。だから常に常備してて、そんなにそういう時以外飲まないんですけど、飲んだら俺もう一瞬で効くの、本当に、うん、たまにさ、その扁桃炎になったりさ、なんか風邪ひいたりした時にお医者さんによってはカロナールを出してくれる。わかる、カロナール。わかる。カロナール俺マジで効かないの、うん、マジで効いたためしかなくて、
でもロキソニンだけはなんかねすごい効くんで、結構メンバーもねツアー中にちょっとやべちょっと頭痛するかもっていう時とか、俺結構ロキソニンをいっぱい持ってるんでメンバーにあげたりとかするんですけど、あれはちょっとないと精神安定剤にもなってるかもしれない、うん、まあ、でもナザールには勝てないんだけど、うん、ないと人生積むものか。でも仕事道具で言ったら、ね、例えばパソコンとかさ、ギターとか、でもそういうのはちょっと違うんだけど、そうだね、まあ、僕はそれですね。あれじゃ女じゃん、まあ、みんながいないとさダメになっちゃうタイプじゃんそう、うん、全然いないときめっちゃ見てないダメかな、いないとき。いやいやいや、まああとあれだわ、イオセフトチーム 0Hz。昔はいなかった。いやいやいや、じゃ今の俺にとってはなるほどね、人生積みます、いないとあなたたちがということで、本当ファンのみんなに支えてもらってるので、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも、りょうです。はい、ないと積むものでしょ。うん、物なのかな、物なのかわかんないけど、うん、サッカー、おお、大好きだもんね。そう、家でもさ、そのユーネクストとかダゾーンとかで、ね、試合やってんだけども、それめっちゃ見てるから、どんなに朝早くても夜中の生中継とか見るの。そうそうそう、その4時とかでもなんか先になんか10時ぐらいから仮眠取って見たりとか、そのライブの人が諦めるんだけど、うんうん、まあさすがにね。そうだから、ないとマジで詰む。あとね、ものガチなものだと最近はね、うん、ちょっと恥ずかしいんですけど、目薬が。お、目薬、なんか刺してるとこ見たことないけど。マジ朝起きるじゃん、うん、絶対刺して、はいはい、メイクさんとか聞いたら分かると思うんだけど、メイク前絶対刺して、はい、撮るじゃん、メイク終わってしたらまた刺して、で家の帰り道とかでもまた刺して、1日4回ぐらい。その4回のタイミングがちょうどメンバーといない時だね。あ、そう、多分見られてないのかもしれない。見してほしかったな。まあそんな感じで、なんかね、目薬いろんなのあんだけど、ちょっと紹介しちゃおう、特別に今日。すみません、今あの手元にありませんね。臭いね。あるだ、絶対。キャリーにあった。キャリー。なんかね、青いね、ロートプレミアムみたいな。多分分かると思うんですけど、それがマジで、そう、おすすめ。蓋が、キャップが白いやつ。キャップも青です。え、コンタクトつけながらでもできるやつですか。多分本当はダメなんだけど、俺はやっちゃう。なんかコンタクトつけててさ、できるやつってめっちゃ少ないよね、意外と。少ない。それ用みたいなやつがあるんだけど、なんかスライムがコラボしてて、ロートかな。あれはね、ちょっと冷たすぎて、なんかメンソールみたいな、うんうん、が会心の一撃みたいなキャッチコピーがつらい。それはダメなんですけど、もう俺は目薬です。ありがとうございます。はい、いいです。うん、ないと積むもの、僕は友達ですかね。おー、そっち系できたか。あ、そう、別にいろんな、もうその物っていうと違うんだけど、あの存在というか、まあ、メンバーもそうだし、メンバーは仲間だけどやっぱ友達だし、あとそのプライベートだとジュリアンとか、よく会ってる。うん、もうあいつがいないと積む人生。じゃあジュリアンということ。ジュリアンジュリアン俺が人生でないと積むのはジュリアンすごい、めっちゃ仲いいもん。そうね、めちゃめちゃ本当に仲いい。学校も一緒だったんでしょ。学校もそう、知り合ってから話したらたまたま一緒で、すごい、そう、年代とかは被ってないから、うん、当時は知らなかったんですけど、またあとね、同じ学校だったとかね、そういうので縁もあるし、まあ、同じバンドマンとしてもね、うん、こう結構通ずるものがあったりとか、あとはこうご飯とかね、お酒とか一緒にたしなんでても楽しいですし、本当ね、面白いですよ。あの、そのツアーに一緒に、そう、いつかメンバーに合わせたい。 あったか、みんなは。あのちょっとね、あいちょっとさせてもらったぐらい。でも本当、みんなでなんかね、楽しいことしたいですね。はい、そんな感じです。ありがとう。ありがとうございます。なきゃいけないものは、最近だとアイマスク、これはマジでメンバーさんにもおすすめです。アイマスクなんか使ってるとこ見たことないです。ホットアイマスクとかさ、いや、あれないと人生が積むもので。あ、それ本当に本当に積む？冷静に考えて。すみません、ね。すみません、ね。すみませんね。なきゃ困るもんね。やっぱなんだろう。そんな必要なもんないかもな。俺知ってるよ、リオの人生積むもの。
コンビニのホットスナック。あーそうかも。あとお寿司。あお寿司だ。お寿司にしましょう。お地方に来たらやっぱそこの地方のご飯を食べたいとはなるんだけど、うん、やっぱねお寿司行っちゃうんだよね、うん、結局。なんかこの前も食ってたよ福岡着いてすぐ寿司三昧。一人で行くもんね。そうだね。でもね、なんかなかなかこう気合が入ってる日じゃないと、うん、店内ではちょっとたしなめないんですけど、うん、持ち帰りとかにしちゃうんだけど、うん、沖縄でだって俺スシロー行ったもん。よく楽屋でさ、寿司をさ、なんかスーパーで買ったやつみたいな、うん、なんか時間でめっちゃちょっとずつ食べてる。そうだね、5貫食べて冷蔵庫に戻して、また5貫食べて1日終える。なるほど。いつでもやっぱ寿司が日本の心、米。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、これをご覧の皆さんも人生においてなきゃ困るものたくさんあると思うんですけど、やっぱり僕たちはね、音楽です。もう一回、もう一回だけいい？そこ BGM 変わるから。情熱祭、ディオさんにとってズバリ人生とは？人生、音。